はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の剰余の定理と因数定理丸4組み立て除法編をお送りします。で、このタイトルね、これで最後です。次回からはね、高次方程式をやっていくんですが、で、最後はね、組み立て除法ともうタイトルに入ってんだよね。だからそれについてやっていきます。で、3問、そのね、組み立て除法を使って小と余りを求める問題3問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと組み立て情報って何みたいなことか、あとはちょっとね、解き方が分かんないっていうのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずですね、この組み立て情報なんですけど、もうやることってか、やり方を覚えるしかないです。で、基本的に1番2番のタイプがほとんど。で、3番ちょっと特別です。で、何が特別かっていうと、割る式の方が x に係数がくっついてる。1以外の。こっち x でしょ。こっち x なんだけど、ここだけ 2x になってんだよね。その場合は最後に一工夫だけ必要になるんですが、基本的にやること同じです。で、どうやるか。まあ、書き方ね、ほとんど共通だと思うんですけど、まず、この割られる方の式あるでしょ。これの係数に注目します。あの文字にくっついてる数字ね。で、この場合の1でしょ。マイナス3、4、マイナス4ってなってる。で、それをね、書き出すの。で、1番いきましょうか。1、マイナス3、4、マイナス4ってね、ここの係数書き出しただけね。で、次にやることが、割る方が x マイナス1なので、マイナス1使ってるから、ここに1を書きます。あの、今までやってきたのと同じね。マイナス1だから1。プラス2だったらマイナス2とか、プラス3だったらマイナス3みたいなのを書いてください。で、こういうふうに書くんですけど。で、不思議な計算をします、今から。いくよ。でね、ちょっと隙間開けて横棒を書いてください。ここに数字今から書いていくんで。まあ、ここ書かないですけど。で、まず、ここ1じゃないですか。ここの数字、そのまま下ろしていきます。で、そのまま下ろす、最初。で、次に、こことここをかけて、答えをここに書きます。かける。1×1 は1って。で、足します。これね、よく引くのとね、間違える人が出てくるんだけど、足してください。で、かけます。答えをここに書きます。足します。ね、2でしょ？で、かけて、また答えを書くと。で、足して、こうなると。はい、これ、こうし、組み立て情報、これが。そう。で、これで何が分かるかっていうと、これでね、もう小と余りもね、終わってるっていう。で、行きましょうか。小と余りね。で、余りから行こうか。余りはね、一番右のこの数字です。だから、余りマイナス2。で、小がここの3つの数字を使うんですけど、ここに x の2乗、ここに x、ここに定数項は x つけないってことね。をくっつけて、1x2 乗だから、1書かないからね。x2 乗。x くっつけるから、マイナス 2x。ここ、定数項なんで、そのままプラス2。以上です。っていう、これが組み立て情報と言います。このやり方ね。で、1問目ね、ちょっと大きく書きすぎたので、次から謙虚に行きます。入るかな？大丈夫かな？じゃあ2番いくよ。ちょっと上目に詰めていい？この辺からいこうか。で、同じく、まずこっちのね、こっち側の係数。で、x3 乗が1。で、注意するのが、これ x2 乗がないんだよ。その場合、隙間開けてください、ちゃんと。幅をね。で、x2 乗の分を開けておいて、まあ、あれか。0って書いとこう。これね、開ける先生と0って書く先生いるんですけど、まあ、ちょっと0書いとこうね。で、次がマイナス10。で、次が2ですね。まあ、係数1、0、マイナス10、2です。で、割る方が x プラス2なので、ここはマイナス2になります。で、あとはさっきと同じ、もう準備万端なんで、まず下ろします。1かけて書く、足します、かけます、答え書く、足します、で、かけますと12で足して14とね、これで出てきたので、あとは小と余りをね、書くだけですので、これは横に書こう。小がここ、ここ、ここを使う。で、x2 乗だから、x2 乗、マイナス2、x、定数5、マイナス6です。で、余りが、ここの数字、14と。
ね、これで OK。で、ラストです。で、ラストは最初にも言ったようにね、ここに2がくっついてる。でも、その場合は最後に一工夫なので、ここまで全部同じです。同じようにやっていきましょう。だから、係数が2、5、1、3。抜けないもんね。穴はないから。2、5、1、3。で、ここなんですけど、2x-1 でしょ。で、これはですね、結局、これイコール0です。今までやってきたのと同じ。だから、2x-2 イコール0になるときの x をここに書きます。つまり、2分の1ね。ここに入るのは。で、あとは、引いて、そのまんま下ろす。かけるから1でね。足します。かけるから3。足します4。で、かけて2で足して5となります。で、ここから。ここからです。余りはね、そのまま大丈夫だ。5はそのまま使います。で、問題は小なんですけど、ここに x2 がくっついてたら、この部分を2で割ってください、全部。もしここが 3x プラスホニャララとか、3x マイナスホニャララだったら、最後、小の部分だけ3で割ってください。いい。で、今回はそれをなんでそうなるか省きます。説明。ごめんね。省かしてもらう。いい。やり方だけ覚えてくればいいです。でもし気になるんだったら参考書とか、まあ、こう先生に聞いてもいいんですけど、まあ、そんな感じでお願いします。で、2で割ると、これが1、3、2となるので、こっちが小の答え。で、余りはそのまま使うと。だから、小はここにくっつければいいので、x の2乗、プラス 3x プラス2です。ここ使ってるからね。で、余りは、そのまんまなので、5と。これで終了となります。いいかな？個人的にはね、ほとんどこの x、係数がね、1になってるパターンがほとんどなんですけど、たまーに、こうやって出されるパターンもあるので、まあ、その時のためにね、一応知識として覚えておいてもらえたらと思います。では、今回は高校数学数2の剰余の定理と因数定理4、組み立て情報編をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたが、このタイトルね、これで終了です。で、次回からは公式方程式をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。